こうやってなんか涙が出て、まあ、こういうぐちゃぐちゃの部屋ですね。で今パッキングしてるからこういう感じ でキッチンに戻ってお弁当作ります。いくら入ってんの？400円ぐらい。は？それは持っていった方がいいよ。大切なもの、なくしたくないものは全部持っていって、うん、例えばママ大切なダイヤモンドとかさ、大切な時計とか大切な書類とか全部持っていくよ。全部見てください。ラップ、スペイン製のラップはねこうなるんですよ。ボロボロで、カイはじゃあお弁当いるの？2時に終わるよね。カイ、お前何時に終わるの？だからこうやってね、学校に行くのも最後だね。ああ、靴が食べ、バイ。昨日ね、みんなでバーベキューをやったんですね。で、その時にはもういっぱい焼きすぎてチキンとか余ってるので、これを今日はお弁当に入れます。本当にもうここ今日で最後っていうの信じられない。まだこうやってお弁当普通に作って、リアとリコはね今机の周りの整理整頓の時間があるのでしています。うん、遊ばないでね。あの引っ越しするときにさ、本当にそれが、うん、引っ越しの時にさ、それを整理整頓しといたらさ、引っ越し屋さんがの楽だからね。っていうか、本当ママたちもさ、ゴミとか持って帰り行きたくないじゃん、イギリスにね。ここにトマトを入れて、もうこれで出来上がりですね、今日は最後のお弁当。この家のね、この家の最後のお弁当ですね。リコが魚釣りしてる。うん、そうだね。リコのじゃあ。Well, we've got the packers coming in tomorrow, and they, you know, the lorry's paid for and can't be delayed. Yeah. We haven't got your visa to pay. Yeah. And the packer, they're saying they cannot cancel the truck to go to England, but he's saying they can go without luggage. Well, if we decided not to go to England, we'd just, you know, say, sorry, bye. We're not going. Don't take our stuff, please. That's right, don't take our stuff. I mean, they can't come in and take our stuff. And right? He's even saying we can tell the landlord, you know, we might stay here. そうなんですよ、もう朝、今、今日、ここの家を出る日になって、ダディが。ね、本当に、なんかここを出ていいのかって言い始めて、2時間ぐらいかん、なんかね、話し合って。出た方がいいと思います。で、ここはね、一番頼りになる順に聞こうっていうことで、順と話したら、うん、そうだね。行った方がいいと思います。え、それ何？なんで？理由は。
まず僕たち日本人とイギリス人のハーフだけど、うん、日本とイギリス住んだことないじゃん、うん、だから子供たち4人は、うん、ちょっとちゃんと取れてるかもいいね。ホームカントリー、自分の実家の国、うん、実家の国とは言わないけど、うん、に住んだらもっとなんか全て簡単になるじゃん、うん、そうですね。僕らは今までずっとスペイン語も完璧ではなかったし、うん、友達作りたかったらなんか、うん、まず自分の言語に自信持たないといけないし、うん、でそれはないじゃん、うん、で友達簡単に作れるじゃん、うん、だから、うん、で学校もいいやつがあるらしいし、うん、ジュンが例えばカイとかカズの立場であのぐらいの年でイギリスに行くよって言ったらイギリスに行く、だ どっちがいいって言われたらイギリス取る、僕は多分行くと思うよ。でもキーがいいところで気になる。例えばカイは GCSE 終わった、うん、とか、うん、そうそうそう、それはもちろんそれならいいと思うよ、うん、だからこのカイが GCSE 終わるまで待ってたのかな。でもし今回もね、もしスペインやりようってなっても、カイが A レベル終わる2年か、そう、うん、そういう感じ、行った方がいいと思うよ。まあ、ジュンも来て数ヶ月一緒に過ごしたりとかできるもんね。数日間数ヶ月学校の単位取ればいいじゃん。どっかオープンユニバーシティとかあるよ。いや、僕数時間、数日だけで1、2週間とか、うん、そうだね。まあ、イギリス旅行して回ってもいいじゃん。うん、僕の友達イギリス大学行ってるから、まあ、ちょっとこういう、この何、明るいスペインよりはどんよりとした暗い、なんかインダストリアルな、わかる？ちょっとなんかでも僕の友達に家族がイギリス引っ越してたら、うん、あー肌白くなるよって言ってた。日差しがないから。だって僕の友達の例えばインスタグラムのストーリーとか、太陽が出るとおー、うん、そう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 ね。山本の友達もなんかちょっと晴れたらサマーデイとか言ってなんかインスタストーリー載せてるんですけど、サマーデイなのにみんななんか分厚いコートって。まあでも慣れたらね、夏がないって思えばいいんだよね。いや、慣れたら楽しいと思うよ。そうだね、ホームカントリーだから、うん、自分の国だから、うん、で、まあ老後またスペインに来ればいいもんね。そう、おばちゃんになったらこの家また借りればいいじゃん。そうですね、ということでこれからパッキングいたします。最後のはちゃめちゃぶりでした。どうなんのって感じ。僕はアンドラが続きます。本当にどうなんのって感じでした。ここなんかもう本当大家さんに言ってここにやっぱりいることにさせてもらうってこともできるとか言い始めて、もう本当にでもそう言われるとね、やっぱりなんかスペインにいたいなって思うんですよね。でまあ心を決めたから、ダディが言ってたもん。動画撮ってたっけ。ダディが言ってたのが、この感じって結婚式当日の気持ちじゃね、ドアがそこにあって今なら逃げれる。そう、教会のドアがそこにあって今なら逃げれる。そう、本当にそういう感じで朝パニックって、もうなんか涙流しそうになってね、ちょうどなんか編集してて、そしたら来て「Are we really going to England? Are you happy? Are you sure?」ちょっと話させてくれって言って、もうパニックっていて、で今ならまだドアがそこにあるよ、逃げれる。そう、今ならまだスペインに入れるかもしれないって言って、本当に今ならって言って、もう今日そのエアビーに行くんですよ。で明日パッカーが来てこの荷物全部イギリスに運ぶので、ダディはそのイギリスに荷物を運ぶための手続きのドキュメンテーションをやってたのね、うん、でそれで嫌になったみたいなの。You take forever! それでここに残ろうって言ったの。でやってきて、いやここに残ろうとか言って、まあ、うん、パッキングしましょう。そうですね、パッキングしましょう。じゃあ今日はとりあえず Airbnb に行って、
本当最後だよ、ジュン、どう？でも本当にね、すごい感傷に浸ってたんですね、朝。もうなんか、ここの周りを撮ったのね。それ結構涙が出そうになって、なんかだって来たばっかりの時、リアトリコがちっちゃくて、あ、もうこう言って話してたら、まあ泣くよ。バス見てるから待ってよって。もう本当にちっちゃくて、で、なんか、リアトリコの部屋で大きくなったねって言って、クローゼットの前で、前はこんなにちっちゃかったのねって言って、もう本当にもう泣きそうになって泣きそうになってすごい泣きそうになってたのに、ダディが来てね、いきなりもうやっぱりここにいる全然そこでその感傷がガラガラガラって崩れて本当に。でもまあ行った方がいいと思います。うん、全員にとってまあ本当いいと思うので。11時にバスがある、明日の朝、あと8時45分、あと夜の。だから11時のやつになると思う。あ、ほんと？まあ、ここ引っ越すの見てもいいんじゃない？見ない？